ボシャボシャ。おはようございます。今日はですね、 YMJ の1番、山もみじの1番持ってきましたよ。こちらです。ダダン。はい、草まみれで何もわからないこの鉢、こんな感じの山もみじがドドンと乗っております。上の方はこんな感じ。はい、もうガレにガレてボディもボロボロになってる山もみじさん、ちょっと鉢がねひどいことになってるんで、こう芽吹く前にちょっと綺麗にしてあげようかなと思って持ってきましたよと。ちょっと背景が倒れる。いや、よいしょ、こんな感じでいいかな。こいつを綺麗にしようと思って持ってきましたよ。根っこからすべて引っこ抜くっていうのは難しいかもしれないですけど、ある程度ね、ちょっとこいつ、ね、引っこ抜いて綺麗にしてあげようかなと思っております。今日はこの鉢を綺麗にするっていうのが、あ、ダメだ、課題です。よし、早速ねやっていきながら、作業しながら進めていきましょう。これはもう一回切る。無理無理、こいつを引っこ抜くとか無理マジで。うー、取れた。これ何なんすかね、こいつ、この草わかんないですけど、めちゃくちゃ繁殖力高くて、もうこれ全部種になるやつ。これから繁殖力高くて、うちの棚でも結構繁殖してるんですけど、めちゃくちゃ伸びる。根っこがすごい、鉢占有率がやばすぎる。ここっすね、ここ、こいつ一旦どかしました。で、他のやつらもじゃんじゃが抜いて、土を出していってあげましょう。いや、すげえな。それにしてもこれもね、棚場の手の届かないところで、よっと、手の届からないところで置いて管理してるんで、雑草生えてもね、もうお構いなしなんですよね。放置放置で放置を繰り返して、このありさまです。冬場になったら多少枯れるかなと思ったんですけど、いや、そんなことないですね。もう冬場でも関係なく、よいしょ、もうじゃんじゃが根っこ増やして自分の領地を広げて、もう縦横無尽に繁殖しまくっております、この雑草たち。いや、さっきからもう背景が何度も倒れてすごい嫌なんだけど、よっ、オッケー。ちょっとこう正面ここに土が見えてきました。いやだ、これも多いんだよな。これも一緒かな、違うな、違う雑草だな。雑草の名前覚えたらまた少し盆栽の楽しみ方が増えそうな気はするんですけどね。あ、これなんとかなんとかだとか言って、またその雑草にも愛着が湧く可能性はあるんですけど、ちょっと今はね、これ雑草名前覚えるなんて言うんだろう、興味がそこまで湧かない。もう雑草は雑草でしかない。いや、あ、これ取れないな。結果ちょっと深い位置まで切り戻そう。引っこ抜けないかな。やっとこ雑草相手にやっとこ使って、こうてこの原理で。無理か、やばい、全部持ち上がりそう。ああ、
あぶねえ。皮だけ取れた雑草の。でもなんかちょっとモリモリって盛り上がったんですよね。頑張ったらいけんじゃねえか。ほらほらほら。おっしゃー。来た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 。いや、すげえな、雑草の根っこ。こんな感じで、ごっつい雑草の根っこ取れました。ここ皮が剥がれて、中から陣みたいのが出てきた。雑草もこんなことになるんですね。すげえな。陣、これめっちゃ硬いですよ。雑草にしては。まあ、木にしては柔らかい方なんで、なんですけど。雑草もこういうことになるんですね。木質化はしてない。よし、残りも抜いていきましょう。いや、マジですげえな。ここまではびこるとは。雑草恐るべしですね。こういうのもテコの原理で抜けないか。そもそもつかめないな。小さすぎると。ほら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 。おー、抜けた。素晴らしい。雑草ってこうやって抜くもんでしたっけ。やっとこ使って抜いてるんですけど。いや、すげえな、マジで。ここにもね、なんか、ごっついのがいるんですよ。今日あれですよ。雑草引っこ抜くだけの回ですよ。ちょっと申し訳ないんですけどね。引っ越し先にこの雑草を持っていくわけにはいかないんで。ちょっとね、少しだけでも掃除させてください。引っ越し先の棚場が、まだ土だらけというか、外構を全面コンクリート敷き詰めるとかする余裕がないんで、おそらく土が出た状態のまんまやることになると思うんで、少しでもね、こっちから持っていく雑草を減らしたい。この繁殖力の高いやつら持っていきたくない。でもまあしょうがないっていうか、多少持ってっちゃうことになると思うんですけどね。全部が全部除去はできないんで。そしたら向こうでまた同じ草が生えてきちゃうのかなと思うと、ちょっと憂鬱ですね。うんうん。てか、全面コンクリにしたいですね。新しい棚場。その資金を、この YouTube とか、盆栽を売買して、貯めるっていうのも、また面白そうだなと思うんですけど、そういうのもやってみてもいいかもしれないですね。コンクリを買うために盆栽を売るみたいな、そういう、なんていう企画があってもいいかもしれない。OK。ある程度、こんな感じで雑草取り除けました。一回表面の土ね、流してきますね。はい、ドドーンと流せました。この白い根っこはね、全部雑草の根っこですね。こういうやつ、いや、すごいことになってる。これ全部取るっていうのはもう至難の業。これはもう肥料になってもらいます。これはもう枯れると思うんで、この雑草の根っこたちはほっといても枯れるはずなんで、これは全部取り除くのは諦めて、一旦これで終わりにしようかなと思います。でっかいのだけでも抜けないかな。無理か。無理。すぐ諦める。はい。こんな感じですね。いや、綺麗になった。そして、やっとお目見えですね。山もみじさん。いやー、これもすごい。全部、もともとね、これ足元も丸いザだったんですよ。初期の頃から、この YouTube 見てる方なら、覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、YMJ の一番、過去の動画検索してみてください。昔はね、足元も全部ありました、全面。で、少しずつ足元からやられて、で、ここが、うろ状になってきて、今のこんな、すごい歪な形に
少しずつ少しずつなっていったっていう感じですね。で、先端の方はこうなってて、で、何度かね、水切れ仕掛けたんですよね。水切れして枯れかけて、やべえみたいな状態になって、それでもまだ生き残ってるっていう感じで、今、この辺の枝は別に形整えようとなんか努力してるわけではなく、自然体でこういう形になってる感じです。できればね、もっとボディから近いところ、この辺に、こう、なんか枝の溜まり場が、っていうか、これがね、そのまんま、ここについてくれたら嬉しいんですけどね。こういう芽の溜まり場が、ここにあったら、そしたらね、もうちょっと小さいサイズで、盆栽楽しめるの。ね、こいつらも生かしてね、すごい姿になると思うんですけど、まだまだですね。そういう意味では。で、こっちから見るとこんな感じ。足元にはもう完全に大きな穴が開いて、こんにちは、向こう側がこんにちは状態。で、皮もまだ剥がれますね。全然。今はまだ生きてるところと死んでるところの境目が曖昧になってる状態で、まだまだ、こういう感じで皮剥がれていくんですよね。あと何年かしたら落ち着くと思うんですけどね、この枯れも。おぉ、ここがっつり取れていくな。すげえ、うわ。もうこの辺全部枯れちゃってるな。どこが生きてんだろう。どこが生きててどこが死んでるのか。その辺もね、少しずつ明らかになってくると思います。そこもまた楽しみですよね。どっちか片方死んでも面白いと思うんですよ。これ今両足地についてる状態だと思うんですけど、こっち側全部枯れちゃっても面白いと思うし、こっち側全部枯れちゃっても面白いと思うし、それもまたいい味になるんじゃないかなと思います。なかなかこういうのね、作ろうと思って作れるものじゃないんで、じっくりとこの辺も持ち込みながら変化を楽しんでいければなと思っております。はい、こういう感じですね。で、枝の一部落としたやつあるんで、こういうやつ。この辺は、後で挿し木しときます。ちょっと長すぎたんで、カットしたやつがあるんですけど、これは後で挿し木して。増えたら嬉しいな、ラッキーだな、ぐらいの感じでやっていこうかなと思います。OK。ということで、YMJ の一番、足元の掃除だけだったんですけどね。これでまた春を迎えて、元気に成長してもらえればいいなと思います。ということで、本日の作業は以上です。